長銅大鼓とは別名、宮大鼓とも呼ばれ、謝辞祭事などでは必ず見ることができる和太鼓である。よく盆踊りやお祭りの際に使われている。外見の特徴は銅の中央部がやや膨らんだビアソン型をしている。もともとは銅の部分は、ケヤキなど重厚で木目が美しい丸太材を自然乾燥させたものをくり抜き、その両面に舐めした牛皮を貼って、 病と言われる金具で固定し、作られる太鼓であるが、大変高価であるため、昨今は毛ヤきに代わる丸太材を使用したり、製造方法も進歩しており、かなり安価で購入することが可能である。また、革の面の大きさは一尺から二尺のものがよく、用いられているが、大きなものになると六尺ほどのものもある。なお、一般的に三尺以上のものを、大太鼓と呼ぶ。ちなみに、 長道大根、桶け太大根、ふ太め大根の3種類を競技で和大根と称している。長道大根系や長道大根長道大根では皮を張り直す際に病の穴の部分を開け直すために、それまで病の穴があった部分を削り、新しい穴を開ける場合がある。それによって、銅の部分が短くなったものを一般に宮大根と呼んでいる。明らかに銅の部分が短い場合は、 宮太鼓と呼ぶが区別が難しい場合、銅の部分がまだ長い場合は長銅太鼓と呼ぶ。現在の長銅太鼓の原型は、飛鳥時代前後にかけて中国から仏教と共に伝来したとの説が現在有力とされている。ありがとうございます。